おはようございます。こんにちは。こんばんは。今ね、草津温泉にいます。この、ちょっと今見えないけど、見えとこ行くか。こういう場所ですね。こういう場所。あそこが草津温泉バスターミナルですね。で、ここの道入ったところが、昨晩泊まった花水木さんですね。真正面にある建屋になります。まあ、私の、あれで草津の常宿ですね。で、そこにあの花水木駐車場があります。ちょっとこの駐車場がですね、初めて来るとちょっと迷う場所にありますので、このあそこはバスターミナルで、駐車場はここって方で覚えてください。はい。まあね、比較的2020年だったかな。この花水木さんはね、リフォームされて、綺麗になってますね、綺麗ですね。で、まあ、当然2つの宿なんで、源泉かけ流しのお風呂ですね。で、名札をね、お風呂のところに立てかけるとですね、まあ、貸し切り風呂っていうことでね、独占できます。ね、草津のね、かけ流しのお風呂をね、まあ一人独占して入るっていうのは相当嬉しいんじゃないでしょうか。はい。まあ、いろいろね、共同浴場だとかね、いろいろありますけどね、宿の湯もね、まだ楽しめるっていうのはいいと思います。で、まあ、素泊まりの宿っていうことでね、特に料理とかは、出てこんはきませんけどね、その分価格もリーズナブルですし、台所もね、自由に使えますってことでね、台所なんか一通り揃ってますね。湯治宿でね、料理される方、いらっしゃると思いますけど、まあそういう人にとってみたら、一通りの、調理器具が揃ってるんで、食材代買っていけば、料理はできるかと思います。はい。まあ、調味料もね、とかもね、一通り、こう揃ってるかと思います。はい。で、今ね、9月、土曜日の朝ですね。はい。ね、まあ、温泉地はね、ちょこちょこ、私は巡りますけども、やっぱりね、草津は別格ですね。何が別格かっていうと、まあ、昨日平日にインしたんですけどね、観光客結構いるんですよね。そういう言い方おかしいけど、観光地なんだから観光客いて当たり前なんだろうけど、だからやっぱり賑やかな感じがありますよね。昭和の良き時代の温泉地みたいな感じで、こう夜もネオンアップされててね、お客様浴衣着てね歩いていて、飲食店もね結構ね混んでる感じで繁盛してる感じですね。うん。で、価格的にもね、まあいわゆるその温泉地価格って感じで、まあ決して安い感じではありませんけど、まあそんなの関係ないって感じでね、皆さん楽しまれてましたね。いいんじゃないですかね、そういうのね。うん。で、やっぱりね、草津はさ、温泉がいいっていうのも、もう当然というか、っていうのはやっぱり一番の強みだとは思うんですけど、やっぱりみんなはね、温泉地っていうのをね、イメージした時にね、イメージできるような、いわゆる温泉街がきちんと湯畑のところに形成されてるっていうのは大きいと思うんですよね。というのも、今温泉街どこもまあひなびちゃってて、ちょっと夜そういうその温泉街を歩いてみようっていう気はまず起きない。まあ、ほぼなんかシャッター街みたいになってるところが今多くなってるので、そういうとこ私はね、もう食べる寝る温泉入るのこの3つさえできればね、割と満足できるんですけども、やっぱり銀ブラじゃないけど、温泉地のね、温泉街をね、歩いてこうちょっと散策したい、歩いて温泉気分を味、そういうのも含めた温泉気分をね味わいたいというようなね人にしてみるとですね、ちょっとね、なんつうのかな、寂しい感じがすると
いうことでございます。で今プラプラ歩いてますけども、もうどこ歩いてかよくわからないですね。あんまりこう暑さ気もなく歩いてる感じで、今ね時間にして8時20分なんで、そうだな、でバスなんだ、1時間に1本も走ってませんね。何をとしたっけ、あ、そうそう、今8時20分で9時ぐらいまでねちょっとお散歩してみようという話でございます。ちょっとね湯畑には向かおうとは思ってます。そうは言ってもね、はい、45分ぐらいですからね、そんな遠くまでは行けないですけど、素晴らしいですね。なんか手作り餃子とか出てますね、看板が。あれ、ここなんか郷土料理とか、あとタン屋とか書いてあって、ここはこう回転するときには来たことないんですよね。なんかここはどうなってんだ、やってんのかな。癖強いですね、めっちゃ癖強いですね。要は居酒屋だぞと、居酒屋がだからちゃんと酒飲めよというような趣旨のことが書いてましたね。ということで僕みたいにお酒飲まない人は入れないですね、そんなんで自由でいいじゃんよとは思うけど、ああやってねあらかじめ書かれるとね、まあね、自由だよね。お客さんがお店を選ぶ権利があるように、お店もお客さんを選ぶ権利があるんだよね。そういうのね、道滝の湯目指してますけど、ここはこっち行くと小トークパークってあるけど、まあでもこっちには行かないかな。はい、ちょっとね、時間がね、さっき見た通り45分ぐらいなんで、あんまり知らないとこ突っ込んでいくと何時に着くんだかわかんないなっちゃうからね。はい、いやー、いい天気だな。はぁ、やっぱさ、温泉地こう来るとやっぱりこの普段の生活っていうんですかね、まあ私東京都に勤めるしがないサラリーマンではございますが、やっぱね、ああいう満員電車乗ったりとかね、なんかそういうストレスからね解放されてね、気持ちいいですね。こうやってもう歩いてるだけで清々しい気持ちになりますね。ああすごいね、ここはあれですね、共同浴場なんですけどね、なんでこんなに共同浴場がこんな華やかになってるのかっていうのがちょっとあれですけど、感謝祭ってのやってるんですかね。いやー、ここはあれですよね、ここの土地の人間しか入っちゃダメよって張り紙が出てますね。まあ本当はね、お客さんできた人だって入っていいじゃんと思うんですけどね。あ、ここからほらこんな感じで場所ですね。思うんですけど、やっぱね、なんて言うんだろうな、まだ守んない人がいてみたいとか、まあいろいろあるんでしょうね。いやー、なんかこう歩いてると硫黄の香りがしてきますね。してきます。自分の体からに寄ってくるんですね。もう昨日から
草津の温泉に浸かりまくってるんで、自分の体が硫黄で使っちゃったんですね。いやこれ下って左の方行くと大滝の湯があると思いますね。大滝の湯、昨日行ってきましたけど、いいっすね。もうピュアにいいっす。っていうか、なんとかな。な、まあ、ピュアな、まあ、温泉施設なんだけど、その、なんていうのかな。うまいことお湯を使ってね、温度差がね、複数ある浴槽があるっていうのがまず、もう、当たり前そうで当たり前じゃないことなんで、まあ、きちんと、ただお湯の温度管理もね、きちんとされていて、あれなんですよ、天然温泉なんで、あ、駐車場見えますね。向かって見えるのはあれ、もう大竹のような施設が見えますね。まあお湯がさ、湯口から出るのがさ、例えば50度とするとさ、湯口から遠いところに行けば行くほどぬるくなるわけですよ。まあそういうもの、そういうその自然の摂理を利用してね、浴槽によって温度差を設けるという話なんですよね。うん。まあ当たり前の話なんだけど、で浴槽があった時にきれいに2度ずつ温度を変えるみたいなね。40度、42度、44度、46度みたいなね。まあそんな形でね、お、ここに出てくるんだったんだな、公園がな。温度をね、きちんとね、管理していって。素晴らしい方だと思いますよ。浴槽がね、いくつもあるのにね、全部ね、用が一緒だとね、まあ、あんまり複数ある意味ないなって、僕なんかは思っちゃうわけですよね。まあ、人によってはね、その、景色が違えば、ね、それはそれでね、ああ見てください、ここ。もうこれ、温泉流れてますよね。うん。まあ、こういうところでね、温泉がこう、ドバドバ流れてるってこと自体がね、草津らしいですよね。これ湯気出ますけど、もう、硫黄臭すごいですから。うん。ここは大した9時開館なんで、もうなんか、お客さん来てますけど、まだ空いてないと思いますね。うん。まあ土曜日なんでね。まあここ駐車場止めてる人は、ここは一等地ですね。入り口付近ですからね。いやー。ああ、すごい。洋酒がすごい。いやー。熊笹うどんあるね。これだから立派なんですよね。大竹のだからその食べるとこもさっきの話に戻ると、その食べるところも結構おいしいし、でその湯温の温度管理がしっかりしてるし、で、まあ、そういうところって、まあ、温泉がいいからっていうことでなんか甘えてるのか、その水風呂とかも何にもないみたいなとこ多いですけど、ここ水風呂きちんとあって、水風呂またすげえレベル高いんですよ。もう水分のレベル高いからっていうか、なんか湯水かけ流してるんですけど、湯水の水温がね、あれ下手するとグルシンだと思うんですよね。だからそんなふんだんにかけ流されてるというか、あ、8時半からか、なんていうの、人間が水風呂に入りました、で入った分水が溢れ出ましたつって、人間が出ると水かさが減りましたみたいなね。そんな時にね、ここ高松さん、そんな時にね、減った分だけ水を補給すると、まあいうようなね、水の使い方をしているんだけど、それでもね、結構キンキンなんですよね。まあおそらく16度17度、どうかな、16度ぐらいなのかな。だから何が言いたいかっていうと、多分椅子をバンバンかけ流したら、おそらく15度は軽く切ってくると思います。あの湯使いでキンキンさが保てるっていうことは、元の水がね、めちゃんこね、冷たいってことですね。チラーなしであんだけ冷たいってどんだけすげえんだよって話だね。はい、草津らしく、いや草津はさ、やっぱこうやって見てるとさ、あれだよね、あの、二川の湯、ちょっと取ってきますか。
やっぱりさ、全然やっぱお客さんがしっかり入るから、ちゃんと次の投資ができるよね。お客さんがさ減っちゃうと、やっぱり投資に回す予算がさなくなっちゃうから、もう建屋がさ、まあひがびっていうと響きはいいけどさ、単にボロ宿ってなっちゃうみたいなのもさあるからね。やっぱコストだけないとね。ここ2巻茹でてるところですね。聞こえます？聞こえますかね。ほらお湯が出てますね。素晴らしい。はい、これ2巻の湯源泉になりますね。この2巻の湯のお湯をこの大竹の湯は使ってるんですよね。こっち行きましょうか。で、共同浴場もね、ここに今三河の湯っていうこの共同浴場ありますけど、ここ共同浴場の中でもおそらく一番暑いと思います。いろいろ張り紙見えてますね。入浴を控えてください。まあいろいろ、まあ当たり前のことが書かれてますけどね。入ってる人いるのかな。まあこんな感じですね。はい、ちょっと僕は今日は入りませんと。なんかパッと見も誰も入ってなさそうでした。はい、まあ、入ってってね、カメラ回してるのに人がいたらね問題なんでね、入りませんけど。はい、すごいっすよ。まあ現実問題としてここのお風呂の暑さに入れる人っていうのは限られちゃうかもしれませんけども、まあ、私はちなみに入れますが、まあ、ちょうどギリ入れるぐらい47、8あるのかな。でもう、まあ、当然水なんかで埋められないし、もうバン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 その熱いお湯がかけ流されてるんで、まあずっとその湯温キープみたいな感じかな。で今行ったら多分もっと熱いかもしれませんね。やっぱりね、人が入るとお湯が揉まれるんで、あれなんですよね、お湯が冷めるんですよね、微妙にね。あ、モーニングやってますね。営業中、8時からやってますね。ここはなんかモーニングやってますね。へえ。だからさ、やっぱ草津はさ、そういうとこがいいよね。朝8時からさ、こうやってお散歩してればさ、お店をやってるっていうのはさ、やっぱり観光客にしてみればさ、やっぱ魅力だよね。産物ってますと、いやこっち側もお土産屋さんですね。やっぱり草津、昨日思ったんですけど17時半ぐらい閉まっちゃう店が多いんですけど、考えてみると朝早くからやってますから、早く閉まるって言いましたけどね、こんな朝早くからやってればそれが閉めますわな。正社員募集中だわね。まっすぐ行くかね。やっぱ宿がいっぱいありますね。でなんかこの水がいっぱい流れる音がするんですけど、なんか硫黄臭がするんですよね。もうあそこは廃墟化してますね。まあ草津もね、やっぱりね、そうやって廃墟になっちゃうところもあるわけですよね。でも全部が全部ね、
お金かけてねメンテナンスできるわけでもないわけですね。はい、閉まっちゃってますねここはね。確かにあれなんですよね、こういうとこって車で入ってこれないから、なんていうの、ポッと来た人は入りにくいですね。まあ、でも今はねネットで調べて来る人も多いでしょうから、あんまり関係ないかもしれないですけどね。宇宙巡り、この夢売りがですね、結構、いやすごいように、お風呂はね、大阪や、結構体力奪われるんですよね。ここにも共同浴場ありますね。いやー、こんなに来ました。ねえ、あれなんですよ。ああやってちょろちょろさ、水みたいに出てくるとだいたい触ると温泉なんですよ。ちょっと見てみようか。いやあ、水だったな。水なのかな。ガルトって飲めるとなのかな。飲んでみようか。普通の真水ですね。ちょっとこうなんていうの、癖があるとかそういうのはないですね。日本の平均的な水かな。変な匂いとか臭みとかも一切なくて、っていう感じですかね。いやー、ここは大阪屋って言うんですね。大阪じゃないけど大阪屋みたいな感じですね。いやー、ここは多分あそこ、あれ、ああ湯畑出てきましたね。今だから歩いてちょうどいいぐらいの感じの規模なんですよね、草津温泉。ああみんなやっぱ写真撮ってますね。私も写真撮りますか。この時間帯だと人も少ないからね。え、ここ左回りに一周回ってね、ちょっと時間もそれでちょうどよさそうですかね。こっち側から回っていく。いや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 、でもねこっち側からこれ写真スポットですっていうことになってますね。ここに iPhone 立てるんですね。いやー見てくださいよ、これは硫黄ですごい湧出量ですね。あー、これいつ見てもすごいわ。こっち側から行こう。ちょっと足湯に足をつけて行きましょうかね。いやいやいや、うわこんな感じ。いや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 、草津は何回来てもいいね。うわ綺麗、絵になるわ。インスタ映えだ、絵になるわ。こんな感じ。うわすごい、美容臭がすごい。ワンちゃんかわいいね。で、あもう人いっぱいいるじゃん、ほら人いっぱいいるな。こういう感じ。もう朝から、はあ、ああやってね水、お湯を冷ましてるわけですよ。うわーすごい、こんだけお湯が出りゃな、半端ねえから。いやいやいや、これが自噴泉だっつうのがすげえ話だよな。はあ、そこの足湯に
足をちょっと入れて戻りますかね。ちょっとだけ、はあ、足にちょっと足を入れますかね。よし、これなんか誰も仕入れてないけど、もしかして熱すぎるってやつ。うん、大丈夫ですね。よし、こんな感じですね。いや、すごい気持ちいい、気持ちいいっす。入浴禁止、ティーは足湯。歩いてみる。いや、ああ暑いわ、暑いわ、45度超えてますね。45度超えてんだけど、ここにこう落ちた後ぬるくなるんですね。でもしかしてこれ水出してる、まあ別に水を出し、やっぱあれですね、時間が経って自然とぬるくなるっていう話ですね。この下流の方に向けて歩いてくるとだんだんぬるくなってくるんで、ああぬるくなってきますね。まあ最初入った時だいぶ暑いと思いましたけど、全然そんなことはないですね。上流の方が暑かった。行きましょうか。いやの湯とか行って、いやなんか気持ちいいんだよな、すごいな。湧いてる。これっていうか、これ足元有質温泉かな、ある。田中角栄とか佐藤栄作とか書いてある、すげえな。これやっぱ足元有質だよな。だって実際湧いてるもん、ここから湧いてるもん、すげえ。ただまあこれ暑いだろ。いやあれが暑いよ。13でこっちか。こんな感じで温泉街を一望します。じゃあ戻っていきましょうかね。いやいやいや、ここであの湯もみと踊りね、草津一度はおいでっていう歌を歌いながら湯もみ温度立ちに行こうか。あそこから入ってってみる、この広場。何があるわけじゃないけど、でもまあこういうモニュメントがね、まあ、観光客はこう気持ちがさ
温泉来たって気持ちは盛り上がってるところにこういうモニュメントがさ、やっぱ何があるってわけじゃないにしてもなんかワクワクしちゃうよね、うん、やっぱりだから観光客がさ、それだけやっぱり観光地に来てお金使ってさ、それがさやっぱり観光資源に循環して、で温泉地もより潤って、潤うから魅力が増してお客さんが来るというようなね、そういう好循環がね生まれてますよね、ここはね、うん、しかしこのモニュメントは何か意味があるのかな。雨の日か、ああこれ雨の日いいかもしれませんね。なんか草津来たけど雨降っちゃったみたいな時にね、ここでちょっと過ごしたら、ここはなんだ、あお手洗いなんですね。そうか、ちょっと一回切ります。トイレ行ってきました。ああ綺麗でしたね、トイレもね、きちんと清掃されてます、さすがです。いやーこれ気温20度切ってるな、猛暑猛暑ってニュースでやってんのにこんな涼しい、もう一言で言って謎なんじゃ。いやー暑いけど、こんなに、なんつうんだろう、気候が涼しいといいっすね、涼しいしさらっとしてるし、いやちょっとやる気いかないと。お客さんいますね、こしあんクリアン食べましたね、普通に美味しかったと思います。ティール、結構坂がきつい、ね、戻ってきました、お酒が売ってます。ここにテラスに座って酒飲むの、酒飲みの人はいいやね。ここモーニングやって、売れないか、あ開いてる、あすげえ清掃してますね、誰か入ってんのかと思って驚いちゃいましたけど、清掃してます。いやちゃんとやって掃除したりメンテナンスする人もいるからね、ちゃんと清潔に保たれるんだよね、感謝しないとね。もっぱらね僕なんか利用するばっかだけど、そうやってね支えてくれる人はいるからね、いいんですよ。さて戻ってきました、はあ、こっちだ、まんじゅうまんじゅうまんじゅう、かん学生やってた。さて、はあ、
よ。見えますか。僕が泊まってるこの花水木さんだけどね、もう僕は個人的に気に入りすぎているので、あんまりね、それでね、お客さんがいっぱい来るようになっちゃうとね、まあ花水木さんのオーナーの方は嬉しいかもしれませんけど、まあお客さん側からしてみると予約が取りにくくなっちゃうから、なんとも言えませんね。はい、じゃあ行こうか。いい時間だから、これ着替えればいいから。いやー、お風呂入ってる人がいるの注意して。入ってる人もいるからお風呂落ちてませんね。よいしょ。いや、もうお客さんいない。ここだな。ですね、こんな綺麗で安いから素晴らしいよね、うん、どうですか、こんな感じですよ。